ユニホンテレビ。サッカー頑張るぞ。おー、できたら少しずつ距離離していこうか。ユリ支援学校では子どもたちのスポーツに対する興味や関心の拡大を目的に、地元のプロスポーツ選手などから直接指導を受ける教室を開いています。このサッカー教室もその一環で、昨年に続き2回目の開催です。この日は中学部と高等部のサッカー部員9人と教職員が参加しました。指導に当たったのは、日本プロサッカーリーグに加盟しているサッカークラブ、ブラウブリッツ秋田の選手など3人です。ブラウブリッツ秋田では、地域貢献として、秋田市内を中心に子どもたちを対象としたサッカー教室を開いています。選手たちから基礎となる動作や、周りをよく見て効果的なスペースを判断することの大切さなどが伝えられると、生徒たちは繰り返し練習をして、プロの技術を熱心に学んでいました。また、その後行われたミニゲームでは、選手と職員の合同チームを相手に、生徒たちがこの日学んだことを実践しながら、サッカーを通して交流を深めていました。やっぱり選手の方が上手くて止めるのが大変でした。セービングの倒れ方などいろいろなことを教わりました。やっぱりプロの選手なので、そのボールタッチが上手くて、なかなかボールを奪うことができませんでした。やっぱり教えてもらった、そのどんな時でも顔を上げて、その敵のいない味方の選手にいいパスを出せるように練習していきたいと思いました。みんなすごく向上心高くて、やっててすごく楽しかったです。毎日の練習楽しくサッカーやってほしいなと思います。僕去年もこの活動に参加させていただいたんですけども、もう去年よりもみんなレベルアップしていて、もう感動しました。やっぱサッカーはボール1個あれば誰でもできるスポーツなので、その楽しむってことをとにかくやり続けてほしいと思います。ユリ支援学校サッカー部はこのあと7月28日に行われる大会クリタカップに向けて、今回の教室で学んだことを生かしていきたいとしています。